久保さん。今回、団地の団にしましょうか。あのね、今、おばあちゃん、おばあチャンネルっていうね、YouTube があるんですよ。おばあチャンネル。これは、えー、86歳団地一人暮らしの日常っていう。で、これ、チャンネル登録も、もうちょっとで10万人。で、本も実は出版されてまして、本がね、本、本結構売れてるんですよ、この。おばあチャンネル。 多分ね、本がね、また売れてるんですよね。どれぐらい売れてんだまあ今は、今、今、すみません、87歳になったのかなこれ結構売れてるんですよ。そう。あ、12万部突破らしいですね、これ。12万部。12万部売れてるらしいですよ。87歳、ふ、古い団地で一人暮らし。希望に満ちた一人老後。死難。 希望に満ちた一人老後、指南。<laughs> 10万部以上売れてる。12万部ってすごくないですかこれ、息子、なんか、孫、孫が、その動画をね、撮ってるらしいんですけども、まあ、ぶっちゃけ、まあ、あの、久保さんとか僕なんかは、一人で撮れるスキルがあるので、あの、孫がいなくても多分大丈夫ですね。80歳になっても動画撮れますね。投稿できるし。<laughs> 僕は、あの、久保さんがね、FX っていう話をしてたんですけど、 僕はあのまあ久保さんもね知恵っていう話をしてたけどもその知恵をね情報でこう発信できるっていうのが究極系だと思うんですよだからその会社でも久保さんが言ってましたけどあのね上司になるとデスクワーク上になってくるとデスクワークになってあの支持する今までの経験とか知識を部下に支持していくっていうこれもそうですよね老後 今まで87年間生きてきた知恵、一人暮らしする知恵、どういう飯作るのかっていう知恵だったり、そういうのを情報発信するっていう。まあ僕はね、FX に関しても、なんだ、あのー、まあ久保さんはね、情報発信こうして、まあそれをお金に変えてね、塾とかもやってますけど、まあ FX も確かにそうなんだけども、FX の場合、種線必要なんて。<laughs> 種線必要っすからねだからそれが僕は投資に関しては確かにそれはスキルなんだけどそのスキルがあっても種銭がなかったら金稼げないっていう例えば投資で稼げるスキルがあるとするじゃないですかでもお金がありませんまあもちろんね借りてくるっていう方法はありますよだそれは除外してね融資を受けるとか消費者金融で金借りるとかまあそれは別枠として置いといてまあとりあえず金が必要なんですよ で、情報発信の場合は金なくてもできるんで、僕はまあ、究極系は自分の知恵、知識、体験を情報で発信する。これができれば、うーん、なんだろうな、いいんじゃないかなと思いますね。だから僕、究極はもう本当情報発信かなと僕は思いますね。だから、った、あの、年とっても情報発信をできるようになる、うん。そのスキルをつけるっていうのは僕は、 すごくいいと思うんですよね。うん。多分、久保さんとか僕も年取っても、本当に情報発信いくらでもできるし、そのキーワードだったりとか、コンセプトとか、ジャンルとあったりとかわかるんで、まあ、こういうね、今、その87歳1人暮らし、12万部売れてるわけですし、まあ、YouTube チャンネルもちょっと再生、これ一番回してるのが、100万回回してるやつあったよな。はい。一番回してるのに200万回ぐらいありますよ、これ。うん だね、僕と久保さんね、実はね、年取ったらすバズるんじゃないかなっていう <laughs>。これね、あのー、196万回回してますね、一番回してるので。196万回、111万回、106万回、62万回、61万回と。えー、36万回。そう。86歳、おばあちゃんのある日の夕食。 86歳の団地一人暮らし <laughs>、ね。久保さんが80歳の隠居生活の一日とかね <laughs>。これね、僕、年取ったら結構ワンチャンあるんじゃないかない。今はね、今はちょっと再生数とか少ないですけども、年取ったらワンチャンあるんじゃないかなと思うんですよ。なぜならば、あの、ま、あでもな、ちょっと、どうなんだろうな。うん ま、要は、ライバルが少ないってことですね。圧倒的に。80歳になってアクティブに動画撮れる、情報発信できる人って、多分、ライバルがクソ少ないと思うんで、だから、ここの、でも、でもですよ。でも、少子高齢化ですよ。うん、高齢になっても僕、YouTube 見ると思うし、ね、今の、今の世代が高齢になったら、なっても別にネットに触るじゃないですか。 だから僕はね、年取ったら結構勝ちかなっていう。年取って情報発信できたら。いろいろできるんで、マジで。うん。例えば、例えばですよ。80歳でボウリングやったら、あの、なんだ、あの、ストライク取れんのかとかね。もうボウリングやるだけですよ。80歳になってちょっと投げてみるっていうねでな。で、カスタムサムネイルは、あの、こういう投げ方ですよね。こういう、こういう。 わざとこういう投げ方でね、投げるとかね。で、カスタムとか、そういう、なんか絵的なところだったりとか、なんかそういうなんかコンセプトメイクとかも、まあずっと僕とか久保さんが発信してるんで、いくらでもできるでしょうね。そう。あ、結構こう狙える、僕結構年取ったら狙えるんじゃないかなと思いますけどね。うん。そう、やっぱね、ライバルが多いところで戦うのはしんどいですから、ライバルが少ないところで勝つっていうね。 しかも、需要はあるじゃないですか。少子高齢化なんて。<laughs> うん、そうまあ、こういう,もう先駆者というか、まあ、個体的なね、あの、出てるのがもうあるんで、いくらでもパクれるし、でも、パクれるんだけども、パクれるんだけど、パクれる人はいない。<laughs> まあ、このおばあちゃんチャンネルさんは、息子、息子、あの孫か。孫がいるからできるんですよ。孫いなくなったら、多分、無理なんですよ、多分。 おそらくなんですけど、一人でできないんですよ。多分ね、わかんないですよ。でも無理だな、多分。まあ、こう、僕、何個か見たんですけど、やっぱ、むす、あの、孫が結構、その、孫が YouTube やろうみたいな感じだったのかな、そもそものとして。うん。そう。こんなのね、10年、十年情報発信してればできますから、こんなのは。<laughs> 体力なくても <laughs>。 だ僕は、あの、まあ、FX もいいとは思いますけど、まあ、究極系は、ま、発信かなと思いますね。金かかんないんで。うーん。だ僕は、ま、ここはもう、なんだ、ぶれないと思いますね。まあ、もちろん、その一つの収入の柱として、投資っていうのは僕もやりますけども、それはあくまでも種銭ありきの話なんで。うーん。そう。あら、まあ、ま、 ね、しかもまあね、久保さんも知ってると思いますけど、発信いいよと。情報発信が究極だよって言っても、やる人少ないんですよ。やる人。で、結局、FX だよねって売りやすいしね、社長がね、久保さんって。<laughs> FX 売りやすいですよね。発信で、発信できないっていうね。そう。 それもね、やっぱね、いいっすよね <laughs> そうそう。そういう、そういう発信もできるしね。これはいいんだけど、なかなかできない人に向けて、それが8割9割ですから、顔をさらしたくないみたいなね。そう、顔をさらしたくないっていう、こう、久保さんの僕の好きな、本当に好きな、いや、顔をさらして歩いてんじゃないかっていうね。<laughs> この矛盾とかいう、余盾というかね。いや、ネット上で顔をさらすのは、みたいな。お前顔をさらして生きてんだろ、みたいな。 街中顔さらして歩いてんだろうみたいなあのツッコミがめちゃめちゃ好きなんですけどいやでもほんとね情報をね情報発信の,せあのマイスターになったらマジ今はねもういくらでもやりやれますねマジでうんもう可能性しか僕ないと思います可能性しか だからこれからもね、僕はまあ情報発信するべきだよと、発信した方がいいよと、いうのはずっと言い続けますけどね。うん。でも、僕もとあの、どっかの段階で FX やったら、そんなできない人のために、スマホ1個あれば、もうスマホでも取引できますからね、パソコン、あの、今はね。FX 一そよ、みたいな、ね、<laughs> ああ言えばこう言うっていうね。あれがダメだったらこれもありよ、みたいな。<laughs> 無限像にできるっていう <laughs>。 いや情報発信っていいですね。いってらっしゃい。